2時から生放送しておりますの で、 です、ね、ぜひ、ね、こちらの方も皆さん聞いてくださいね、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思いますけれども、今日はね、はい、メールをずっといただいているんですけど、はい、イスラジといえばもう本当にメールがないと何もできない、ね、皆さんの投稿に頼っている、頼り切っている番組なんで ね、そうなんですよ。なのでね、ちょっとメール送ってほしいんです。はい、こちら今 FM 相模から、はい、お送りしております。そうですね、町田ウエストボックスから今 FM 相模のスタジオに、そうです、参りました。スタジオに戻ってきましたので、うん、メールの先は 839@fmsagami.co.jp、はい、839@fmsagami.co.jp、はい、ファックスは 042-7207、 コラコラ、ちょっと待って待って、 042-776-0839、 ちゃんと言いましょうね、 042-776-0839、はい、042-776-0839 042-776-0839 042-776-0839 しつこい、どんどん送っていただきたいと思うんですけど、まあ、テーマ77が言えてない、うん、テーマをさ、はい、どんなテーマで募集するんですか。ほら、さっきの大喜利のやつまだね来てないんだよ。どこまでやってましたさっき。大喜利のやつ、大喜利のやつはね、まだみんなのテーマが今年の反省だったんだけど、はい、もう年も明けてこの時間になったので、そうですね、みんなのそうだな、今年の反省から、反省を踏まえて、はい、今年のことお願い、あ、去年の反省を踏まえて、うんうん、今年のお願い、うん、今年の願い、今年はどんな風になりたいかとか、そうそんな感じ。皆さん分かったかな。それとあと、なぜイスラジーバラエティーですから、はい、なんといっても大喜利ネタが欲しいんですよ。はい、だから大喜利ネタといえばさっきやった、はい、おみくじに書いてあった大きなお世話、はい、おみくじに書いてあった大きなお世話、そう、これぜひやりたいんだよな。はい、ぜひ送ってください。メールの宛先は839@fmsagami.co.jp、 839@fmsagami.co.jp。 大丈夫ですか。メールの方は839@fmsagami.co.jp、 それです、839@fmsagami.co.jp、 そうです、はい、ファックスの方は 042-776-0839、はい、042-776-0839、こちらまで、ね、お送りください。お待ちしています。それで、ね、もう一個、はい、今日はスペシャル1時間しかないから、あ、もういいや、じゃあ大喜利とかそういうのいいや。何ですか今、お願いしたばっかりなのに。違うのやる。だってほら、イソラジといえば、はい、やっぱりなんかいろんなコーナーがあるじゃないですか、はい、イソラジらしいコーナーをやろう。はい、何をやるんですか。何をやろうか。何じゃそれ。はい、作詞ちゃん、作詞ちゃんやるんですか。はい、作詞ちゃんやろう、はい、どんなお題で。え、お題は何でやるんですか。お題がね、ちょっと待ってね、はい、しばらく準備をするからね。はい、なので今日はサクシちゃん、そこをメインにやっていこうかなと。わかりました。さっきのはなしですね。まあさっきのも送ってくれれば全然読むけどね。はい、なんかそういうゆるい感じだそうです。これ今、ゆるくない、まあ、今 FM 相模のラジオでは普通に、聞こえているかと思いますが、今日はユーストリームも同時で配信しているんですが、ユーストリームのチャンネルはじゃあ FM 相模のチャンネルになってるんですかね、ここからは。え、あれ、そういうそういうことですよね。 30H じゃない方。ああ、そうだね。ね。そう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 。チャンネルが。ちょっと待ってね。今
サーカスファイルを全部呼び出して、はい、これがあれファイルを選択してない、はい、ただいまね準備をしながら生放送をお送りしていますよ。今日は FM 相模町田ウエストボックスカウントダウン 24H プラスということで、もう朝昨日のね朝8時からお送りしてきました。もう何時間経ったんだろう、20時間経ってるってことですね。あっという間というか、なんというか、よしできた早いさあ準備もできたのでイスラジでも始めようかと思うんだけど、はい、今日はね30時間あるんでまだまだなんですよ、ユーストリームの配信は ね、あと10でもいよいよあと10時間を切ったね。そうです ね、あと10時間ユーストリームの方は10時間です。10時間なんてよくほらテレ東が、はい、お正月とか暇な時期になるとなんか長アイドラもやるじゃないですか。あはいはいはい、松平健主演とかで時代劇の、そうそうそうやりますね。ね、はい、あそこの番組ってさ、はい、あとビデオとかなってるのかな、ん、ビデオとかなってるのかな、誰が見るんだろう。あ、どうなんでしょうね。やっぱりあれがね、基本的にそういう時代劇ファンにはやっぱり支持されるんでしょうね。うん、まあ、そうですね。うちの父なんかも時代劇がすごく好きで、あ、そう、やっぱり長時間の番組とか見てますもん。時代劇だったら何が好き？うちの父は多分暴れん坊将軍。暴れん坊将軍最高だよねしんさんの、俺も大好きやもん、オープニングが結構頭から離れないぐらい聞いてますね。そうなのよ、うん、どんちゃ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 、違うな、なんかすっごい髪の音が入ってるんだけどはい、ただいまウサギを作っています。ウサギを作っています。嘘です、今日はね、うん、こいつの作詞ちゃんをやりましょう。はい、この曲だ、この曲だよ。ちょっと待って、コントロールパネルを出して、うん、7じゃねえ、あれどうしました、出ない出ない、ちょっと待ってね、はい、0000走り出したら止まらないぜ東洋の夜の天使さ。何いきなり違うかも、何いきなり顔に何か思い出してるんじゃない、思い出してないし思い出に吹けるんじゃない、思い出してないし、トワイライトストリーム、はいはい、これをマカイアクラブのこのトゥルルトゥルル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 、え、何ですか寝ないでください、生放送中ですので、あれ歌いながら寝るのやめてもらえますか。あれ今の歌分かんなかった、え今の歌分かんなかった、トワイライトストリームですよね。そうですよ、歌ってましたよね西さん今。そうですよ、歌った後寝てましたよねあの今生放送してるので寝てませんよ、できれば寝ないでもらえますか。寝てませんよだから走り出したら止まらないぜ東洋の夜の天使さ。いいけどさ、かけるのは、うん、別に、うん、何を主張してるんですかその曲で勢いを出そうとしてんじゃないですかそうなんだ、今日これね、はい、トゥルルルトゥルルル、はい、今これ何にさちょっとミスさん、はい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 、なんで寝るの？何が寝てないでしょ。何バカなこと言ってるんですか、放送中に寝るなんてありえないじゃないですか。寝てんじゃん。寝てないっつの。
何今の 何してたんですか今。何が今何してたんですか。何が今目閉じ何言ってるバーじゃないのちょっと今目閉じてましたよね。いい歌だなと思って。あ、曲に酔いしれていたんですか。そうですよ。うーんさーて、はい、今日はこれをはい、はい、この作詞さん一本でいこうかなと。じゃあトワイライトストリームの今のところに今のメロディーに詞をつけてくださいと、うん、いうことですよね。8文字ね。トゥルルルトゥルルル。あ、8文字で。そう、はい、ここになんか景気のいいやつをつけてくださいよ。はい、お願いしますよ。はい、お願いします。どうぞお願いしますよお願いします。はい、そういう感じでね、今週はちょっと若干、はい、短い磯ラジになりますけれども、はい、うん、たっぷり中身濃い感じにしていきたいと思いますので、はい、皆さんご協力お願いします。よろしくお願いします。FM 相模とウエストボックスがお送りしております。2010年から2011年のカウントダウン24 hours plus 24 hours plus。 私西健二と古谷香織がお送りしますはい、お送りします。はい、なんでここでリバーブだったんだ。今日はイソラジ特別版。今日はイソラジ特別版です。ということでです。なので、はい、今日は、トワイライトストリーム特集。はい、トワイライトストリーム特集。トワイライトストリーム作詞大賞。作詞大賞、はい、はい、皆さんどんどん送っていただきたいと思います。はい、お待ちしています。お待ちしております。メールの先は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp。 ちょっと邪魔しないでくれます気が散るそしてファックスの方は042-776-0839、 ちょっと邪魔しないでもらえますなんだよ、お前一人でやってんじゃないんだぞ放送は。一切もし今大事なことをしてたのに仕事してたのに仕事中でしたね。仕事してたんで邪魔しないでさ。はい、すいません。邪魔しません。はい。はい、あ、今あれですかね、ウエストボックスの方では、はい、この配信が見れていないのかな。あのね、うん、今 FM 相模の、はい、イソラジチャンネルでこれ流しています。はい。はい、ということで全くねツイートの反応が。会場の反応がないんです。パタリと止まっていて、会場の方で全然聞いてくれないのか。姿が見えないが到着したらしいっていう書き込みが。姿が見えない。多分ウエストボックスにいない。私と西さんがいなくて、とりあえず局には到着しているみたいだみたいな感じになってます。6名の方が見てます。あ、ね、6名の方は見てくださってるんですか、ね、4時過ぎでございます。遅い時間にありがとうございます。じゃあこれツイートして 30H でツイートして皆様にお知らせすればいいのかな。そうですね、ツイートしてない、ツイートしてないツイートしてないわ。今日はだって FM 相模とユーストリームと連動しておりますので、はい、ね、ぜひぜひ、はい、ラジオを聴きの皆さん、それからねユーストリームで見てくださってる皆さんにも参加してネタを送っていただかないといけません。いただかないと、ね、いただかないと、飛び切ってないと。はは今なんてとなんて今さあ今日のテーマなんかどうしよう、新年早々絡みにくいこんなんだったっけ日産。これはやっぱり寝てないからかな。なあな、ちょっとじゃあ一回落ち着きません。俺すっごい落ち着いてるんだ私が落ち着いて俺のあのさっきトゥルルルトゥルルルを歌った後の俺の表情を見てて、うん、落ち着いてると思わない。いや寝てるようにしか見えなかったんですよね。だから落ち着いてるじゃないですかちょっとバタバタもしてないしあわあわもしてない。
寝てると落ち着いてるは一緒なの？一緒ですよ。よくわかりました。じゃあ今会場では音は今日は聞こえてるのかな、はい、音言ってるんですかね。音言ってるんですか。音言ってる、聞いてるみんな。ウエストボックスの皆さん聞いてますか。もしなんか見れたり聞けたりしてたらなんか反応ください。ね、どんどんあのもし聞こえているならば、うん、聞こえているなりの、あでもあのイスラジ配信中っていうので会場内聞こえてますよって。南條さん本当ですか、ありがとうございます。じゃあねあの早速、うん、あじゃあの、ね、メールと、はい、メール先週早々絡みにくいとあそこちゃんと聞こえてるのそこちゃんと聞こえてたそこはええねんそこんなとこはええねん。これハッシュタグは何になってるのかな。ハッシュタグ普通にイソラジになってる。あ、イソラジのハッシュタグなんだ。ダメイソラジ。いいです、イソラジやってるんですよ。いいです、いいです。俺がやってるのはイソラジだもん。なんかこういろいろあのはい、いいです。なんせもう4時ですから。4時ですからね。ですからさあ元気にガンガン行きましょう。はい、さあ今日もねイソラジはあの今日はそのトワイライトストリームのトゥルルルトゥルルルの作詞ですから、はい、あの誰でもできると思うんですよ、はい、で実際あの向井さんなんかもレコーディング中にそこにいろんな歌詞つけて遊んでましたから、ですから皆さんどんどんそういうの取り上げていただきたい、はい、メールの宛先は839ということで今日はね最後までよろしくお願いします。ちょっと張り切ってイソラジ言わせてよ。なんだよ言わせてよ。何がよ。今私メールの宛先を言おうとした。メールさっき言ったよ。じゃあいいのね、もういいよいいよ、いいよ、じゃあもういいんだ、もうみんな分かってる、じゃあもう私言わないね、うん、いいよ言わないメールの宛先は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp ファックスは 042-776-0839 042-776-0839 まで送ってください。皆様からの投稿お待ちしてます。さっき会場にサイモンいたんだけど、まだいるかしら。ねえ、久しぶりにお会いしましたね。ねえ、うん、サイモンかけるぞ。かけますよ。聞こえてるかな。聞こえてるかな。サイモンのねハートマークというアルバムからタイムマシン。返してもらったはずの君
気がした。配信限定ではありますけれども、すごく完成度の高いポップアルバム、いろんなチャレンジが、はい、てんこ盛りでございます、はい。磯貝サイモンの才能にぜひ触れてやってください。はい、会場の皆さんよろしくお願いします。お送りした曲は磯貝サイモンハートマークというアルバムから、タイムマシンでした。こんばんは、バラ肉です。 It's a radio. It's a maxi. Yo! Whoa, whoa. Yeah. チェックしてくれよ。 One, two. It's a radio.FM 相模と町田ウエストボックスが2010年から2011年のカウントダウンに24時間プラスでお送りいたします。はい、この時間はイソラジ、はい、スペシャル、スペシャルですね。はい、1時間しかございません。そうなんですね。そうなんです。5時までなんですね。1時間しかないのでどんどんメールを送ってくださいもうあとちょっとしかないです。もうあとちょっとしかありませんもうすぐ終わります。すぐ終わって僕はすぐ帰ります。あ、そうなんだ。はい、これからねご飯食べに行かなきゃいけないんでね、はい、あれ確かにさんは断食。めっちゃお腹減ったわ。ねえ、もうちょっとですって、あと10時間。ねえ、これ終わったら何食べようかっていうのが俺今ワクワクしててさ。ああ、でもなんかそのさ反動がさ。反動怖いよね。体びっくりですよ。体ちょっとびっくりしちゃうからね、気をつけてね。30時間何、30時間以上何も食べてなくって。そうだからなんか本当はおじやとか。あ。からあの胃に優しいものとかを食べた方がいいですよ、西さん。らしいよね、なんかね。あのお肉は厳禁で。いやしばらく。マジで。体のことをね思ったらそんな感じの方がいいですよ。まあね、そうね。はい。ありがとう、思いやってくれて。いつも思っております。さあ。はい。早速ね、でもね送ってくれ、ありがたいもんですよね。ありがとうございます。今ね、なんとね、うん、さっきまでさ、はい、向谷さんが来る前後、はい、だいたいほら、200人とか、はい、240人ぐらい行ったじゃないですか。はい、もうすぐブラックアウトかっていうぐらいの、今忙しい12人の方です。おっとおいおいおい、なんかね、あのどこで見、いろいろイソラジの、うん、チャンネルだったり 24H プラスのチャンネルでも聞こえるらしく、あ、そう、多分なんかどっちだろうみたいな感じで、なんかよくわかんない感じになってるみたいですよ。よくわかんない感じになってるんだね、うん。じゃあ今日はこっそりこっそり行きますか。こっそりやってこっそり終わろう。こっそりね、はい、はい、へのへのゴンベイさんから早速作詞いただいてますので、はい、ありがとうございます、ね、いつも本当ありがとうございます。今日はさ、うん、あの陽平さんにも会えたりさ、はい、あの嬉しいよね。ね、へのへのさんも会場に遊びに来てくださってましてね。ね、本当に嬉しいわ。ありがとうございます。じゃあ早速へのへのさんの作品を、紹介しようかな。はい、こっちからでしょう。今日はあのトワイライトストリームの替え歌です。はい、まず1個目。西さん寝ないで
って言われた。全くですね。寝てへんちゅう。さっき寝てたもん。考え事してたんやっちゅうのは。うっそ、魂が抜けてる感じでしたよ。続いてもヘナヘナゴンベイさん、あと2つあります。これ読みたくないな。今の西さんにはちょっと厳しいよね。厳しいかもしれないけれども、せっかく送ってきてくださっているので、だよね、だね、はい、だね、だねですね。天丼食いたい。はあ、あれちょっと止まってる止まってる。西さん起きました。はい、続いてもう一個。何今のまま。もう一個ヘロヘロゴンベイさん。完全に止まってたし今。天丼食いだな。お寿司マン食いたい。また止まってるし。食べ物系は結構ね、来るね、染みてくるね。どうですか、だってウエストボックスの会場では、うん、あの皆さんはね、うん、いろいろ差し入れだったりとか食べてるじゃないですか。美味しそうなものがいっぱいあってね、皆さんあの差し入れに持ってきてくださったりしてね、あのカウンターには近づかないようにしてるんですよ。匂いとかね、匂いとかね、それで、そうですよね、あの匂いとか避けてカウンターに背を向けてさ、うん、座ってあの 休むっていうか、横でほらさっきもミッドナイトギフト見てたりするとさ、はいはい、なんか目の前になんか知らないけど、はい、カオリンがやってきてなんか食べてたりするじゃないですか。そんな本当に殺意を、ね、なんかね。わざとじゃないですよ。わざとじゃないです。あ、そう、そのタイミングしかこう私も食べる時間がないので。そうなんだよね、食べたりしているだけで。カオリンは今回はカオリンとタムとはまた今回忙しかったですよね。まあまだこれからあるんですけど。あと10時間ありますから ね。 ね、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。貧乏太郎です。今年の一発目のネタです。わしのおみくじはいつもたくさん木にくくりつけてあるのを選んで小吉やとか運勢を占うのですが、縁談は裁量とか学業は実りありとかそんなんいらんから金に困らんとか金運上昇とか遅れ。今年も貧乏に磨きをかけました。あ、じゃあ自分では買わないっていうことですよね、これね。そうだよね。さすが貧乏太郎さんです。ね、数字が通ってますよやっぱりね。そうですね、うん、あの今日のイベントはですね、はい、あのウエストボックス、それから FM 相模にもおみくじを用意しております。そうなんですよ。そうなんですよ。出演者川崎さん。誰？にっさん。何？寝ないでって。寝てないっちゅうねん、うっさなボケ。止まらないでって。止まってんだ。だってほら俺4時32分の時計を見たもん、さっき。ん？南條さんがちょっとしたトラップですね、気づきにくい。あ、それで発見されてないんだよね。あ、そうなんですよね、イソラジ今やってるよっていうのを知らないんですよ ね。ちょっと私メール見てきます。あ、はい、それじゃあ一人でやります。さあ、みんなのタイムラインを読み上げようかな。メールが終わっちゃったから。タイムラインの皆さんは明けましておめでとうございます。元旦太郎です。あ、元旦太郎さんおはようございます。ぷくぷくたんさんも、あ、今年もよろしくお願いします。ひわペンギンさん、こっちのチャンネルやってるとか W でやってるとか 24H プラスのチャンネルでも聞こえるから、なんとなくみんな映ってこないのかも。そうなの？そうなのか。今そっちでは何を中継してんだろう。おかしいの。何中継してんだろう。そうなんですよ、山本さんだって。懐かしいな。実はですね、A 地点から B 地点に。ザ・ボンチですからね。もうザ・ボンチ面白かったな。
ボックスの中はライブ終わって賑やかですよ。あ、そうですか。ライブ誰がやってくれたの？あの、そうか、ヨスロマンティックたちの。だよね。それで、ヨスロマンティックチームが今盛り上がってるところかな。実は生配信中。メール出したけど名前付け忘れたです。あ、じゃあもう今、カオリンが撮ってくれたかもしれないです。パソコン出して繋いでくれたんですね。わざわざね。ありがとうございます。さあ、それから、それからもメールは来るかな。幽体離脱や、あ、そういうこと。実は見えないところで何かを食べてとか。本当にね、何か食べたい、何か食べたいんですけどね。うん、お菓子屋さんとか行っても素通りしてます。今は買わないように、見ないようにしております。コンビニに行っても飲み物以外見ないようにしてます。焼肉は飲み物です。いい言葉だな。胃に優しいカルビなんかどう？そう、優しいんですか胃に。そんなはずはないでしょ。あ、でも脂身が少なければ胃に優しいかな。まあいいや。あと10時間ってさすが香里さん。はあ、そうよね。焼肉は飲み物です。本当に焼肉は飲み物でしょ。さあ、もうメールも、あれ、あ、こっちに来てる。はい、3つも来てるやんけ。はい、お願いします。あ、へのへのゴンベイさんもありがとうございます。もうなったね。テッキーさん、そうです ね、テッキーさん、これさっき名前書き忘れたって言ったね、うん、はい、野田さん先ほどご到着です。あ、そうだったですね。あ、そうですか、ありがとうございました。西さん、香里さん着きました。でも始発で一回帰ってまた出直してきます、うん、え、出直してきてくださるんですか。なんでだろう、なんか一回帰らないといけないなんね、用事があるのかな。メイクが落ちたから。メイクしてないでしょ。野田さん、あれ、いやんけ、もう素直にざわざわしてます。あ、そうですか。ざわざわしてるとこの声聞こえないんだよね。あ、そうかもね。頑張りますか。スピーカーの前からどけ。何がって言ったらスピーカーの前の人びっくりするよね。うん、そこ勝手にコンセント使わない。届いてるかな。この声が。ね、届いてたら面白いんですけど。はい、さあ、今日は、1時間のスペシャル版ということで、はい、いつもより、ね、1時間短い。あっという間ですよ、西さん。あっという間ですよね。もう37分ですもんね。はい、どんどん紹介していかないと。はい、どんどん紹介していきましょう。じゃあ、へのへのゴンベイさんの作品、100作品その1。その1じゃねえな、いくつかあったんだよな。はい、3つ目ですか、ね、3つ目か。へらへらゴンベイさん、今年の目標です。あれ、あ、これは投稿やん。今年はフルザブートンを頑張って集めようと思います。フルザブね、うん、イソラジとか金曜ハミングとかで、はい、あのユーストリーム配信の時間帯なんですけれどもね、イソラジはでもあれですね、放送内でもやってますね。面白い答え、あ、そうだね、私のツボにハマるような答えがあると、うん、フルザブ、うん、で西さんのツボに、ね、ハマったものは西ザブということで、そうそう、貯めてもらって10枚貯まったらプレゼントというね、そうです、そういう企画をやっております。はい、なっております。はい、今年も引き続きやりますので、どうぞ貯めてください。さあ、続いてはテッキーさんの作品行きましょう。はい、腹ペコ腹ペコ。今の日産だね。ねえ、うどんをチュルルル。うわー。年越しそばとか食べてないな。ねえ、食べてないね。カトキチカトキチ。カトキチ連呼されても、あ、朝まで持つかなって。ねえ、テッキーさんは早い時間帯から来てくださってますからね。ね、
あのゆっくり休んでくださいね時々ね、はい、時々あの今後ろのソファも結構埋まっちゃってるから、あのどうしても眠いっていう方にはあの車の鍵を差し上げます。うっそー、差し出しますので。車は今 FM 相模にありますけど。あ、そうですね使えないじゃんあ、でもヘナのゴンベさん、うん、おみくじに書いてあった余計なこと、はい、明日暇なんで口説かれとんの。おみくじで、おみくじにそんなこと書いてあったらちょっと引きますね。ねえ、そりゃね、引く引く。イソナジン、イソナジンね、はい、だったんだろう今のアピール、アピール、アピールか。コンビニ、コンビニね、声優、声優、東急、東急、大丸、大丸。何の話してんの。じゃあすごいこれ可愛く寝かしてるねって言ったら誰もいなかったりなんかしたけど、さあ、今年の目標、へのへのゴンベイさん、あれさっきこれ読まなかった、読んだな。ってことはこのもう一つのやつも読んだことがあるんだろうな。西さん、香織さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。サムさんでございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本当におめでとうございます。どうもありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。こちらこそ。こちらこそ申したいです。申したい。申し上げたいです。西さんの口が回ってないんですけど。うん、です。はい。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。2011年。最初の頼りは、頼りは、最初の頼りは、はい、あれ何この、はい、ああどうしました、あのね、うん、2011年83.9MHz、はい、最初の頼りはこのイソラジスペシャルからスタート、はい、ただいまボックス参戦中、はい、ね、ありがとうございます。来てくださってますね。イソラジスペシャル流れていますが、うん、現在何？完全な雑談？ね、現在作詞ちゃんただいま考え中です。完全な雑談睡眠タイムであります。あ、あの会場のウエストボックスに来てくださってる皆さんがね、みんなもう眠っちゃってるから。だんだんそうですよね、眠い時間帯ですよね。ね、起きて、起きて。起こさない、起こしましょうよみんな、眠いんですよみんな、電池切れなんですよ、電池切れ、なるほど、あれは、はい、曲、曲、曲を決めようと、はい、思います。はい、何をかけましょうか、何をしようかな、やっぱりミノヤマサヒコかな。ミノヤさんかけますか。かけます。はい。ただいま。うん。曲の。ね。これでいこう。考えながらやってる。さあ今週もね、あのイソラジ、はい、今週はあの1時間と短いので。皆さんメールを急いで送ってください、ね、ただいま募集しているのは、はい、皆さんの、重大ニュースが終わって、皆さんの願い、今年のお願いね、はい、今年の願い、そして大喜利テーマが、おみくじに書いてあった余計な一言、はい、いい加減髪切ったらとか書いてあったらムカつくようになるからあとは作詞ちゃん、作詞ちゃんですよ、それですよ、作詞ちゃんをやってるんです、はい、あれ大喜利のテーマ俺言った、はい、言いました、
西さん完全に寝てます。頭が作詞者を募集しております。そうです。どんどん西さん声が眠そう。あんなことを言うな。なんでなんで俺のどこが眠そうやねん。眠そうですよね。めちゃめちゃ元気やっちゅうねん。西さんの声を聞いてくださってる皆さんは誰もが思ってると思いますよ。 めちゃめちゃ元気やねん。から元気から元気から元気。さあ作詞ちゃんの方はトワイライトストリーム。はい、そうです。チュルル何とでもこれできますから。はい、8文字ですね。ね、なんだろうな、面白いな。8文字なんだろう、なんでしょうね。例題だから例題みたいなのない。これなんだろう。ちょっと待ってね。はい、あ、青木さんが金河新年って書いてくださってる。あ、青木さん、疲れ様です。リセーフコレクションの青木さん。青木さん、青木さん。それを、ね、ありがとうございます。歌にしちゃうんだ。ね、最近お会いしてますね。そんなまた。そうでしたね。去年はまた引き抜きくださいね。うん、今年はたくさん、ね、お会いできることを、ね、待ちとります。願っております。さあ、これでもうネタも全部尽きてしまったので、カオリに何か歌って。これ。いくよ。はい。ちょっと。走り出したら止まらないぜ、土曜の夜の天使さ。これで何を歌うと。今の、うなる直感闇をお先。朝までなんとかアクセルオンでしょ。いや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 ね、日朝日の朝日ので朝日朝日ので初日ので初日ので初日の出を見に行く人もいるのかな。行きますよ、これ。何がかかるのだって。なんで歌わないかな。兄さん、フェイントかけんのやめて。歌えや。歌いかけたら、歌いかけたら。歌いかけたのか。歌じゃん。歌いかけたんだ今。ごめんね。ごめんごめんごめん。歌いかけたんだね。じゃあ歌って歌っていきます。さ、メールチェックしてこよう。いや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 、じゃ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 、もうもう。イソラジでは各コーナーの、今日はイソラジコーナーとしては、作詞ちゃんだけです。チャラララチャラララトワイライトストリームのイントロ部分、この8文字を作詞して送っていただきたいと、それからですね、メールの先ですよ、FM 839 at work fmsagami.co.jp、839 at work fmsagami.co.jp、こちらまでどんどん送ってください。それからあれですね、プーさんを飲み込んでるやつはなんだ、これ名前忘れちゃった。いろんなものが置いてありますが、今日一日で結構いろいろ収穫がありました。スゴロクのおかげですね。あと皆さん の差し入れのおかげで、僕は今もう怖くてカウンターに近づけません。美味しいものだらけで。さあ、続いてのメールどんどん紹介しましょう。あ、貧乏太郎さんから来ています。じゃあ貧乏太郎さんの作詞。貧乏金なし。さあ、そうだよね、貧乏金なくちゃ金なしさはない。確かなんかこれがさ、何、このライターの切れ端で分かるんだよね、いつ作ったかとか。アーカイブ。じゃあ一ついきます。貧乏太郎さんのもう一個。腹痛
ないな。こんな夜っぱらから夜読まずいつ読むっつうね。続いてはこれは読めないな。まあ、いや、ひろひろごめんさんの方からいきます。よいしょ。明けおめことよろ。はじめに送るべきでしたね。確かに。今これではちょっとね、しんどくもありますよ。続いては、すごいメールたくさん来てて嬉しいな。どんどん送ってくんないと帰るよ、俺は。あと10分で。ぜひ、ぜひぜひぜひ、歌を一曲でも弾いていってください。よろしくお願いします。さあ、ちょっとね、もう残りの時間もわずかになってきたので、ちょっと曲をお送りしましょう。僕の大好きなアーティストです。ミナヤマサヒコ。このアルバムのレコーディングはね、とても印象に残ってるんですよ。マジックアイランドレコード時代の曲になります。峰谷正彦、二つの気持ち。あなたとこのまま夢を見続けられたら幸せだと思うけど、ごめんね、やっぱり私にはしておりますのは峰谷正彦、二つの気持ちです。峰谷さんとね、この時は僕がアレンジャー兼ディレクターとして峰谷さんの担当させてもらって、嬉しかったですね、最初ね、ずっと担当させてもらった時っていうのは。それでこのアルバム、もちろんミュージシャンいろんな人の力を借りつつ、レコーディングもね、日々徹夜続きのレコーディングを頑張った覚えがあります。お送りした曲、峰谷正彦、ただいま北海道でまた別レーベルからね CD どんどん出してます。配信なんかもしてるようなので、ぜひ一度聴いてみてください。最高のシンガーです。お送りした曲は峰谷正彦、二つの気持ちでした。体脂肪 60% の意味が分かれへん。 It's so radio. Eat so massive.
FM 相模 83.9 メガヘルツ、そして町田ウエストボックスから2010年から2011年にまたがる24時間プラスプラスの番組をお送りしております。この時間はイソラジ、私古谷香織と石賢治でお送りしております。さあどんどんもういい加減やめませんこれ。なんでこの相撲やらして、あそんなにやりたいんですか、うん、やらしてお気に入りなんだ。そうさあ、それじゃあね、はい、どんどん紹介していきたいと思います。もうこれで多分残り最後になりますね。そうですね、それじゃあまずはこれは南條さんから作詞ちゃんいただきました。はい、こんなに食えない食べ物ネタですね。食えちゃうんだよね、だけどね。食えちゃうから困るんだよな。同じく南條さん、野田さん帰った、もうさっきなんかまた後で来ますって、ね、始発でなんで帰ったのかが、なんだろう、なんか休養があったのかしら、なんだろうね、気になるわ、ね、ゆっくりしていってほしいわね、うん、またでも明日というか後で来てくれるのね、楽しみに。西さんお世話になっております、フェリーチェの柴田です。あ、まさにこの和牛 T シャツを、ね、和牛命 T シャツをね作ってくれた、デザインして作ってくれた、ありがとうございます、フェリーチェさん、評判も上々ですよ、はい。それでは次のメールはこれでいいか、あれフェリーチェさんのネタは、フェリーチェさんの、うん、とフェードアウトしてるけど明らかに違いますよね。腹減りイライラ、寝ようか食おうか、これ迷う時あるよね。あ、寝ちゃおうかな、もう寝ちゃおうかな、寝ちゃうんだったら食えねえけど、でもちょっとお腹は減って小腹減ってついてんだよなみたいなね、そういう時もある、そういうのありますよね、うん。続いては西田香織さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、サムソンでございます。こんばんは。では作詞ちゃん、トワイライトストリーム編、ここは一本勝負でいきます。はい、コント55号といえば、ダビマスダビマス、そうきましたか、難しいな。作詞ちゃん、はい、ハッシュタグでも書きましたが、うん、ウスターバックス、おー、なるほどね、今日の会場ですね、町田の西口、そうです、そうです、まさにそうですよ、はい、へのへのさんありがとうございます。ありがとうございます。町田ウエストボックスにこれから来ようという方、うん、場所がわからないとかね、ツイートしてくれれば、はい、仲間が助けてくれますか。町田の西口です。はい、陽平さんからいただきました、番組外出、現在外出中ですが PC つなげ投稿します。ありがとうございます。私あまり自分自身が有名かどうかは放置プレイなのですが、お恥ずかしい話、イソラジでいろいろ使っていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今年の目標は染谷夏子さんとまた会いたいです。うん、どう思ってんな。古谷さんは本当に小さくて小柄な印象を覚えました。小さかったですか。そんな小さくないよね、160以上あるもんね。160ですね。それから、うん、晴れ着を着て新年を迎えてフラッシュにスタートしてほしいです。あ、余裕があったらね、来たかったですね。西さんは思っていた通りの雰囲気の方で仲良くさせていただけそうです、うん、和牛の命とチャスをてちゃう、ん？ T シャツ、あ、そうだね、和牛命の T シャツをどうぞ記憶考えています、はい、仲良くさせていただけそうだと思います。焼肉以外です、着る場合は、うん、本気で寝てますか今、沖縄の闘牛祭りで着れそうです。はい、なんでみんな、イソラジあと30秒です。いやーん、明けましておめでとうございます。陽平さん、めでたい一年になりますよう、イソラジ初詣、現在外出中ですが PC つなげて投稿します。
先ほど失礼しました。実はおみくじを引き忘れました。あ、そうだったですね。何が引けるか、古谷香織さん、私の代わりに引いてみていただけないでしょうか。私にかかってんの。あ、じゃあ引いてくださいよ。はい、じゃあ、ね、あのお店に帰ってから、ね、引いてください。おみくじを引いた時の大喜利、これはあの後ほども継続してのテーマなので、はい、この後もまだまだ、ね、FM 相模放送続きます。イエーイ。